はい、どうもこんにちは、向かげです。ということで、今日はね、本当完全にこう雑談会なんですけれども、2つぐらいのね、ちょっとあの気になるトピックがあったので、そちらの方を簡単にご紹介しようと思います。まずね、一つは、まあ、完全な噂話なんですけれども、ソニーの、ね、α7-4 に関する、まあ、最新の噂で、α7-4 に関する噂っていうのは、ここのところ、まあ、なかなかこう出てきていなくて、一体いつ頃に発売になるのかっていうのは気になっているところではあるんだけれども、ソニーアルファルーマーズによるとですね、9月の中旬に発売日っていうのを予定されていたらしいんだけれども、それが、まあ、おそらく半導体不足等の影響もあって、10月の後半にずれ込んだらしいっていう風なね、そういったまあ情報があったそう で、しかもこの情報っていうのを伝えてくれたのが、まあ、ZV-E10 の発売延期っていうのを指摘したのと同じソースだったっていうこともあって、まあ、結構あの、なんだろう、あの噂としての信頼度は高いんじゃないかっていう、そういう話なんですね。で、仮に10月の後半に発売されたとしても、発売から数ヶ月ぐらいっていうのはかなりこう供給不足な状態が続くだろうっていう話なんですね。まあ、なのでね、これもまあ噂なんでね、まあ、どれだけ信憑性があるのかっていうのはまだ分かんないところではあるんですけれども、個人的にはもうすでにね、あの2021年には α7-4 ないのかなと思っていたところで、10月の後半に発売されるんじゃないかっていう話でね、なんか悩みは尽きないというか、まあ、発売から数ヶ月ぐらいっていうのは、あの供給不足が続くだろうっていう話なんで、買おうと思われる方っていうのは、こう初期ね、かなりこう早いね段階から予約しておかないと、なかなかこうその初期ロットっていうのを手にするのは難しいと思うんだけれども、やっぱりこう10月後半ってなるとね、いろいろとね、まあ、出費がかさむというか、まあ、それこそが MacBook Pro もあるし、で、あと、まあ、個人的にはね、iPad mini とかっていうのも欲しいですし、あと、まあ、同じような時期では、おそらく GoPro 10、最新の GoPro っていうのも、まあ、出てくると思うんでね、まだこの α7-4 ね、スペックがどうなるのかっていうことに関しての、あの、結構決定的な情報っていうのはまだ出てきていないんで、まあ、この辺がまあどうなるのかっていうのをね、あの注視しながらお金のやりくりっていうのを考えなきゃいけないのかなというふうに思っていて、まあ、さっきも言ったんですけれども、個人的にはもう2021年ないのかなと思っていたんですけれども、あるかもしれないっていうふうな感じになってきたんで、こちらの方本当要チェックかなというふうに思います。で、あのもう一つのね、気になるニュースなんですけれども、これあの昨日の夕方、昨日の夜か、あの Google が Pixel 5a の発表をして、でしかも発表と同時に予約も受け付けてですね、8月26日に発売するっていうことになりました。で、この、ね、Pixel 5a に関してはなんか結構まあ噂に出たり、でそれをまあ Google 側が否定したり、そんなやりくりの中で Pixel 6の開発発表っていうのは行われたりして、 Pixel ユーザーの目がね、この6に行っているその段階で結構あの急に発表されたっていう感じなんだけれども、まあ、僕もこう一応 Pixel 4a を使っているユーザーとして、この 5a が買いなのかっていうのを昨日の夜ね、結構こう悩んでたんですけれども、やっぱりね、一番目を引くのはね、値段なんですよね。5万1700円っていうことで、あのスペックを考えればはっきり言ってめちゃくちゃコスパはいいと思います。で、このね、 Pixel 5a って現状こう Pixel のこうフラッグシップである Pixel 5ですね、それとね、まあぶっちゃけあのほとんどね変わらないというか、まあプロセッサーも同じだし、ストレージっていうのも同じなんですよね。まあ、なのでこう Pixel 5a っていうのは Pixel 5の廉価版ではあるんだけれども、あの中身的にこう全然こう見劣りするものじゃないというか、まあ、ほとんど同じものっていうこと で、しかもそれがまあ5万1700円でっていう、このコスパっていうのが、まあ、結構まあ飛び抜けている。で、しかもこうカメラ性能っていうのも Pixel 5とまあ同等っていう話なんで、まあ、なので事実上その Google のフラッグシップ機っていうのがこの値段で買えるっていうのは、あのまあめちゃくちゃお得なんだけれども、一方でね、この辺がね、こう Pixel シリーズねっていうのの、あのラインナップっていうのがね、結構こう乱れているところの要因なんだけれども、いわゆる Pixel 5の前の機種 Pixel 4a 5G ね、と比較しても、この Pixel 5a ってあんまりね、大きな違いっていうのがないんですよ。あの Pixel 5ともあんま変わんないんだけれども、っていうことは同時にね、 Pixel 4a 5G ともあんまり変わんないっていうことで、それこそまあプロセッサーもメモリーもストレージっていうのもほとんど変わんなくて、あの Pixel 4a とね比較するとちょっとサイズ感が大きくなっているんですね。ディスプレイのサイズっていうのも 6.24 から 6.34 に上がっていて、バッテリーっていうのも結構アップしてるんですよ。
でそれに伴って本体重量っていうのも 183g になっているっていうことで、 Pixel 4a の 5G っていうのが 168g だったんで、まあ、ちょっと重くなっているっていう感じなんですね。僕がね持っているのは Pixel 4a 無印の Pixel 4a なんだけれども、これと Pixel 4a の 5G っていうのは単純にこう通信がね 5G に対応したっていうだけじゃなくて、プロセッサーだとかメモリーだとか内部的にもね、同じ 4a でも無印と 5G では結構違うんですよね。 Pixel 4a 5G っていうのはどちらかと Pixel 5に近いようなスペックだったっていうこともあって、この Pixel 5a っていうのも同時にこの Pixel 4a 5G とこうあまりこう差がないというか、チップっていうのもスナップドラゴンの 765G なんですよ。でメモリーも 6GB でストレージも 128GB っていうことで、中身的にはこれも変わんないんですよね。一番大きな違いっていうのは防水防塵っていうのが IP67 に対応してるんですね、 5A っていうのは。で 4A 5G っていうのは非対応だったんですね。あと本体の素材とかっていうのはポリカーボネードから金属製に変わったり、あとボディのカラーとかっていうのは変わってるんだけれども、この Pixel 4A 5G と Pixel 5と Pixel 5A っていうのがあんまりスペック的にはまあ変わらないっていうことで、この辺ね結構Pixel シリーズのラインナップっていうのがねなかなかこういけてないなっていう感じで、この無印のね僕が Pixel 4a を使っていて、正直ちょっとプロセッサーのね非力さっていうのはちょっと最近感じるようにはなってきたんだけれども、やっぱりねこのサイズ感っていうのは個人的にものすごく気に入っているんですよ。もう完全にこう片手で操作できるね。でしかも軽いっていうことで、結構Pixel 5a は183g になって、ディスプレイも大きくなったっていうことで一回り大きくなっているようなね、感じなんで、個人的にはやっぱりこの Pixel 5a っていうのを今飛びつくというよりもね、この秋に発売が予定されている Pixel 6っていうのを見てから考えてもおかしくないんじゃないのかなと思うところではあるんですけれど、ただとにかくコスパの良さっていうのはこの 5A やっぱり飛び抜けてるんで、それこそ Pixel 4A 5G よりも安いし、もちろん Pixel 5と比べるとガクンと安くなるんで、今まさにねこの Pixel フォンが欲しいっていう人にはこの Pixel 5A っていうのがもう一択状態だというふうに思います。ということでね、このね Pixel シリーズにやっぱりこう iPhone なんかと比べるとだいぶこうお求めやすいことは間違いないんだけれども、このラインナップのね整理っていうのが特にこう5G 対応かどうかっていうところで、それに伴ってプロセッサーとかっていうのも変わってきてるっていうこともあってね、結構ユーザーからするとね混乱する感じではあるんだけれども、このPixel 5a あたりからねその辺っていうのはだいぶこう整理されてくるだろうと思うんで、 Pixel 6っていうのは噂によるとプロだとかねプロマックスとかっていうのも出て、それこそ iPhone に似たような価格系になるだろうっていう話なんで、それのね廉価版として 5A っていうのは Pixel 6が出ることで結構存在感が出てくるようなスマホなんじゃないのかなというふうに個人的に思っています。僕はもう個人的にこうスマホはね Pixel でやっていこうと今のところ思っているんで、Pixel 6のねスペックだとか値段次第では僕もこの Pixel 5A、ちょっと考えてみようかなというふうに思っています。ということで今日はね本当ざっくりとした動画になりましたけれども、α7-4 に関する噂と8月26日に発売が決定した Pixel 5a に関する情報をお伝えしました。こんな感じで毎日動画更新していこうと思いますので、気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。